かもサービスエース強烈な2種類のサーブを操ります。宮集め何か意図がない限りサーバーはみんな西野屋を避けたがる。多分西野屋にとって初めての狙われる屈辱。さっきの7番のサーブすごいね。ああ、それに狙ってるの守備専門のリベロだしね。へえ、あのリベロうまいし元気だし、あいつ潰れたらチームがやばい。そうなの？リベロが取れないもんを俺らが取れるわけないじゃんって。おそらく宮アツムはそれを分かって相手全体にプレッシャーをかけてる。リベロを相手に2本連続サービスエース。さあ西野屋さん頑張れ。5番からや。さっこいや。